どうも、文楽です。今日はね、パーカーの G2 規格のボールペンについてのお話なんですけどね。この間パーカーの福袋を購入した時に、パーカーのリフィル、このね、G2 規格のボールペンのリフィルが3本ついてたんですよ。これ1本ね、990円するんで、それが3本ついてたってことでお得なんですけどね。これ大容量ですからね、すごい大容量なんで、それだけ値段も高いわけですけどね。で、これを使ってみようとしたところですね、3本ともね、全くつかなかったんですよ。書けなかったんですよ。どうやっても書けなくて。おそらくね、このボールが全く回転してないんですよね。インクは中に入ってるけど、ボールが全く回転してないんで、もったいないじゃないですか。だからね、なんとかしてこの3本を使えるようにできないかとね、いろいろやってみようっていうのが今回の動画の趣旨ですね。おそらく固まってしまってるわけですよね。インクのところでこのボールが固まってしまって動けてないんだと思うんですよね。だからここを熱すればね、動くようになるんじゃないのかなと思ってます。だから熱湯で熱するか、あるいは火炙りにするか、そこら辺がいいところかなと思ったんですよ。ちょっとそれを実験してみようと思いまして、で今回動画を撮ってます。まず書けないですよね。じゃあこれつけて書けるかどうかやってみますけど、復活しました。すっごい復活しましたよ。むっちゃ復活しました。ちょっと待ってよ。正常なやつと比べてみると、ひょっとしたらね、この正常なやつよりもぬらぬらしてるかもしれない。だいぶ滑らかです。正常のやつよりも明らかに滑らかになりましたね。成功です。というわけでね、ちょっと炙れば復活するってことが分かりました。ちょっとオイルがなくなってきたんで、オイル追加します。オイル追加してきました。じゃあね、これも復活するかな。今かけないですよね。全然かけない。じゃあこれで復活するか。復活しましたね。ちょっとね、火に近づきすぎちゃって黒くなっちゃいましたね。少し失敗しました。このすすらしきものをね、取らないと。取れますね。あっち、熱っ、すごい熱い。一時的な復活かもしれないんで、これさっき復活したやつどうかな。大丈夫ですね。冷めてもちゃんと出ます。っていうことはね、問題なく復活したということですね。じゃあ最後この1本。はい、熱湯を用意してきました。じゃあこれにね、これ入れて復活するかどうか試してみます。じゃあまずね、引きはできないですね。じゃあこれ入れてみますね。復活した。復活しました。問題なく復活しましたね。ってことはね、別にね、火で炙らなくてもね、熱湯で復活しますね。
ちょっと火は危険なんで、ネットで復活させる方がいいかもしれないですね。はい、インクが全く出なかった3本について復活しました。というわけでね、今日の動画は以上になります。ではまた。